格闘キャステへようこそ、シンです。井上直弥がニューパーキャオと称賛されていることについて、パーキャオを育てた名トレーナー、フレディ・ローチがインタビューされている動画を取り上げました。内容としては、ローチは井上をものすごいチャンピオンとして認めていましたが、パーキャオの方が才能的で、もっとコンプリートという意見を持っていたのです。もちろん、ローチの意見に少しバイアスがかかっていますけど、 親友のパキアをサポートするべきなので、それはそれでいいとしましょう。どうせ、どっちかっていうと僕はトレーナーよりも、マニー・パキアを本人はどう考えているのかに興味を持っていて、運が良く、Little Giant Boxing というボクシング系 YouTube チャンネルで、パキアはイノエに比較されていることについてインタビューされていました。There's a lot of comparisons of Inoue to you.What do you think about Naoya Inoue as a fighter? 井上はあなたと似ているとよく言われています。井上オヤはファイターとしてどう評価していますかとインタビュアーは聞きました。その質問に対してパキアは、I like Naoya. .I teach them in Japan before. 直也は好きだよ。前日本で教えたことがあったと答えました。これを聞いた途端、僕はパキアウ teaches 井上を,を YouTube で検索して、バ am! パキアウが井上にボクシングを教えている動画が現れました。 この出来事をもうちょっと深掘っていくと2016年にパキアは東京原宿でジムをオープンしたことでそのジムで記者会見が行われていましたちなみに2016年というとそれは井上がプロ12戦しか重ねていなかった時期だったので今のようなスーパースターではありませんでしたということでパキアの記者会見に大勢のメディアとボクシング関係者が集まっている中井上直也 と、井上慎吾も参加していて、二人はミッドウちのデモンストレーションをやりました。ワン、ツー、スリッピング、スリッピングを軽くやっていたところ、後ろに座っていたパキアは、the hook、フックを見せてと言いました。井上がワン、ツー、フックを何回か打つところを見て、パキアは席から立って、わざわざグローブをはめて、井上を指導していきました。 今、フックはこうやって下から上に上がっている。相手がダッキングした場合、このフックは外れるから、肘をこの角度に持っていて、フックを上から下に落とした方がいいとアドバイスしました。これを見て僕が感じたのは、まず、1、パキアは本当にボクシングが好き。そして、2、パキアはめっちゃナイスガイです。 99%の人間はシンプルにミットを打たせて、早くデモンストレーションを終了させ、スムーズに記者会見を続けていたと思います。だけど、パキアは時間を取って、若いチャンピオンにアドバイスを与えました。やっぱり人に与える優しい心を持っていて、それをコードで見せるからこそ、パキアは世界中のみんなから愛されていると思います。とにかく、インタビューに戻ると、 井上を指導したことがあったとメンションした後、パキアは井上直也にある重要なメッセージを伝えたので、今日はこれについて話していきたいと思います。そのチャンネルの登録ボタンをスマッシュしてください。そしていいねボタン、this one right here、それもスマッシュしてください。よろしくお願いします。パキアが井上に伝えたメッセージは、こちらになります。If he's thinking of moving up in weight, I hope that I could teach him and supervise his training.We can do that. 井上が階級を上げ続けることを考えていたら、彼を指導してトレーニングも監督してみたい。それは可能ですよ。これを聞いて皆さんはどう思いますかもちろん井上はすでに素晴らしいトレーナー、井上慎吾がついていて、その二人が持つお父さん息子関係を取り替えられるものはいません。だけど、パキアは慎吾さんが経験したことのないものに挑戦してきて、 シンゴさんが与えられない重要なアドバイスを与えられるのも間違いないです。シンプルに言うと、パキアは105パウンド、48キロからデビューを果たし、そこから22キロアップして70キロ、スーパーウェルターで王座を獲得して8階級制覇を達成しています。なので、階級を上げて自分より大きい相手と戦う厳しさと危険さをパキアをより理解しているボクサー、トレーナー、 会長はいません。まあ、大きい相手を倒してきた実績は皆さんすでにご存知だと思いますが、多分知らないのは、実は、パーキアはデビュー戦からアンダーウェイトだったのです。ボクシングのような階級制スポーツでアンダーウェイトとはありえないことですが、パーキアはマジで軽すぎて階級リミットに入らなかったのです。具体的に言うと、パーキアの体重は98パウンドで、 最低限リミットは105パウンドでした。7パウンド軽すぎたので、軽量をパスするためにパキアはパンツの中に重りを隠して体重計に乗りました。What a crazy s t o r y クレイジーなストーリーでしょでも、このクレイジーストーリーはまだ終わってません。プロボクサーとして試合をするためには、プロライセンスというものが必要です。そしてプロのライセンスを取れる年齢は18歳になります。 パキアは16歳でプロデビュー戦を決めたので、言うまでもないけど、大きな問題があります。我々からとしたら、あと2年待てばいいっていう話ですけど、当時パキアは食べていくために稼がないといけない状況にいて、ファイトマニーを得るためにはプロの試合をしないといけません。ということで、年齢を聞かれたパキアはコミッションに、先月18歳になりましたと嘘を言いました。 身分証明書を提示してくれと言われると、実家から送ってもらうけど、試合が来月だから間に合わないかも、とパキアはごまかそうとしました。携帯とか E メールもなかった時代だったので、運が良く、パキアはライセンスをもらって試合に出場することができましたが、条件として、試合後ちゃんと身分証明書を確認することでした。ただ、また運が良く、 コミッショナーはパキアのアグレッシブな戦いに感動して完全に身分証明書のことについて忘れました。まあそういう流れで小さすぎプラス若すぎたパキアは16歳からプロボクサーとして稼ぐことができました。そしてデビューから3年後、パキアはカ仙セン犬としてタイでタイ人チャンピオンと初世界タイトルマッチに挑み、結果は KO 勝ちして WBC フライ級王者になりました。 まさに、リオライフ・ロッキーです。だけど、実はというと、パキアの伝説のストーリーは、ここから始まるのです。世界を目指して、パキアは22歳でアメリカに移動して、いろんなジムを回ってサポートしてくれるプロモーターとトレーナーを探していきましたが、誰もこの英語を喋れない、小さいフィリピン人と関連したくなかったのです。フレディ・ローチ以外。 そのきっかけで、パキアをローチというチームが組まれて、二人が一緒に挑んだ初の試合は、2週間前に急にオファーされた IBF スーパーバンタム級タイトルマッチでした。これはパキアのアメリカデビューだったので、誰も彼のことを知らなかった上に、相手は強いチャンピオンだったので、オッズでパキアはかなりアンダードッグでした。 だけど、パキアはまた番狂わせを起こして、TKO 勝利で2階級制覇を果たしました。その2年後、パキアはフェザーに上がって、マーコ・アントニオ・ベレラという超タフなメキシケンボクサーと対戦しました。ベレラは強いレジェンドボクサー、ハメドとモラレスを下した勢いに乗っていたので、階級を上げているパキアは何を、どうしても勝てるわけがないと思われていました。ということで、 ブックメーカーのオッズでパキアは Huge Underdog で、パキアの KO 勝ちは22倍のオッズでした。22倍っていうと、それは1万円をベットして、22万円をゲットすることです。やばいオッズですよ。面白いことに、そのオッズに5万ドルもベットしたクレイジーなアメリカ人が一人いて、そのクレイジーな方はフレディ・ローチでした。5万 ×22 なので、報酬は 110万ドルです。まあ、結果的にめっちゃナイスベッドになりました。なぜなら、パキアはパキアをらしく、大ーバンクラをまたまた起こして、バレアラを11回に TKO し、The Ring, Feather タイトルを奪いました。そこからスーパーフェザー、ライト、スーパーライト、ウェルターでタイトルを獲得して、最後にパキアはスーパーウェルターの王座に挑戦しました。 スーパーウェルタ級の上限リミットは154パウンドなので、ナチュラルに大きい対戦相手、マーグリートは当然にリミットまで減量して、軽量をパスすると11パウンド戻して、165パウンドの体重でリングに上がりました。対するパキアは、スーパーウェルタ級の最低限リミット、147パウンドから1パウンドオーバー。 148パウンドで計量して、試合当日も同じ148パウンドでした。つまり、パキアとマーガリートには17パウンド、7.7キロの差があったんですけど、それでもパキアを圧勝したので、What a legend! ものすごいレジェンドですよ。質問は、一体どうやってパキアは自分よりずっと大きい相手に勝っていけたのか考えたことありますか 本人によると、秘密は彼の超ハードのトレーニングルーティーンです。ジムワークだけで必ず36ラウンドやっていたそうです。ワンセッションで36ラウンドですよ。その上にトレーニング後に腹筋を2600回やって、もちろんロードワークもしました。スパーリングのない日は14.5キロ山道を走って、スパーリングのある日は 同じ14.5キロをフラットの道路で走りました。パキアはこのきついトレーニングメニューを週6回、忠実に何年も重ねていきました。ポイントは、パキアは自分よりずっと大きい、パワーのある、ダメージ吸収力を持つ相手と戦ってきたけど、自分よりスタミナとタフネスを持つ相手と対戦したことはありません。そしてそのスタミナとタフネスを身につけた方法は、 パキアのハードなトレーニングスタイルだったのです。長引きましたが話に戻ると、パキアは井上ナイアを指導してトレーニングを監督してくれるオファーをしました。ファイトスタイル的に二人ともパンチ力、スピード、素早いフットワークという共通点を持っているので、僕はかなりいいチームになると思いますが、皆さんはどう考えていますか井上がフェザーに上がったら、パキアとトレーニングすると思いますか パキアのデビュー戦のストーリーを聞いてどう感じましたかコメントで教えてください。そのチャンネルの登録ボタンをスマッシュしてください。そしていいねボタン、this one right here, それもスマッシュしてください。よろしくお願いします。We'll see you again soon. またお会いしましょう。バイバイ。カクトキャストチャンネルスポンサーを募集してます。興味ある方は概要欄をチェックしてください。